遊びを通じて香川の文化や伝統に触れられる美術館です。県産の木材を使ったおもちゃや伝統工芸の技を取り入れた遊具などを展示するさぬきおもちゃ美術館が今日オープンしました。じゃあみんなしっかりします。ゆっくり行ってよ、ゆっくり行ってよ、ゆっくり行ってよ。自然とあふれてくる子どもたちの笑顔。高松市中心部、大工町に開館したさぬきおもちゃ美術館です。樹齢58年、万能町産の木を使った柱に、テーブルは塩野江産のヒノキ。館内至る所に香川県産の木材が使われています。木のいい香りがします。杉やヒノキだけではなくて、こういう木立の木もで、いろんな木があって、自然の中で、街中だけども自然を感じられるような、そんな場所を作りました。およそ5000個の木のおもちゃが展示されています。木の質感やぬくもりを感じながら自由に遊ぶことができます。すごく嬉しいですね。普段こんなに木のおもちゃで遊ぶ機会ないので、もう早速興味津々で、私も楽しんでます。香川の伝統や特産品を生かした遊具も特徴です。醤油作りに欠かせない木桶を使った茶室です。作ったのは小豆島の醤油メーカー。400年の歴史を持つ香川の醤油作りの文化を伝えます。こちらは総漆塗りの滑り台。さぬき漆芸の技法を大胆に取り入れました。さぬきかがり手まりで表現した香川の特産品松盆栽は、磁石の入った手まりをくっつけて盆栽を作り上げます。木のおもちゃぐらいだったらね、ありますけど、そういう、まあ、漆ですとかはやっぱなかなか少ないので、そういう伝統にこう子どもが触れる機会っていうのができるのはいいかなと思いました。幼い頃からおもちゃなどを通じて触れる地元の文化や伝統です。ふるさとの自然であるとか歴史であるとか文化っていうものをガラスケースの中ではなくて、手に触れて遊んで体験できる、そのことが子どもの心の中にやっぱふるさとっていうものの思いを深めると思っています。香川の魅力を詰め込んだおもちゃ箱のような美術館。今後はおもちゃ作りを体験できるワークショップも予定されています。